新民諸君ようこそレッド神風クラブへ。今前回のねあのミスを召喚はあのもう埋めようと思ってたんですよ。そうなんですか。それないっすペクツ、ね、ということで前回はあの若杉松陰の月の石進化という、はい、メガ進化を果たしましてメガ進化を果たしたということで、ねえ本当にすごいですねメイクの力って。メイクの力ですよやっぱり、うん、ということは、うん、まあ別にね前の若杉君若杉松陰もあれはあれでなんか良かったんですけど、うん、男らしい感じで、まあ、ちょっと綺麗にしてみるとこれほどにも変わるんですよっていうのを、うん、また、うん、違った魅力っていうのがあの引き出せたかなと思うのでということで、うん、革命だこれは革命であるということで、うん、革命を起こしていますね本日、はい、進化を遂げるのはトドロキゴロー中佐。はい、ではトドロキ中佐どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。何か違うですね。何か足りなくないですか今日のトドロキ中佐。あれそうですか。何が何かが足りないですか。何か大事なパーツが足りない。足りない。足りないです。ああ。ちょっと近づいてみてください。市民の皆さん。何が足りないですか、ね。何が。やばんか。え。え、本当だー。足りなーい。どこに落としてきた。ちょこちょいですね。ね、もうそのうっかりさんだとこもね、ちょっとお茶目なね、トドロキ中佐ですけど。落としてきちゃった。まあでも、はい、このトドロキ中佐が。はい大革命を。革命ですか。革命を起こっちゃいますか。大変身を。まあじゃあ、炎の石あたりを使って、うん、本日は進化をね。メガ進化。ここに多分流れてる。ダシャダダンの。なんかよくわかんないですけど。そうですね。はい。うん、このトロロキ中佐は、どんな感じになりたいですか。そうですね。男らしくなりたいのか、可愛らしくなりたいのか。そうですね、美しくなりたいのか革命ですからね、うん、革命チェ・ゲバラのように革命を起こしてやりますよ全然話聞いてないですよあれ そういう話じゃなかったですあでもこうねこういう前なんかマイペースとかマイウェイなところが小さな魅力ですのでこの魅力をもっと引かせるようなメイクというなるほどあなるほど風間先生の今回も私腕により、はい、風間が始めていきたいと思いますんで、なるほど。メイクマジック。メイクマジック。お願いします。お願いします。トドロキ中佐でしょ。とりあえずひげを描くところから始めるのかな。ひげがないからね。ひげを描くか。そうですね。うん、あ、ちょっと言ったら今ひげがない状態なので、ひげがないならひげないでどうするかっていうことが考えられますよね、うん。そうですね。でも顎ひげはちょっと生えてますよ。あ、おひげが生えちゃった中途半端なおひげが生えるそういう意味では楽しみ増えますねひげあるバージョン、ひげないバージョン、うん、あそうですね、そうですねコアな新民の皆様なら気づけるゴロを間違い探しみたいな、うん、なるほどね、まあ、顔塗るのは基本ですよあ基本ですね、まあライティングありますからライティングありますだいぶね照明が見栄えが変わりますからね、うん、塗っているのと塗っていないのとで大きく変わりますのでいやでもね若杉松陰の変化は召喚的にはちょっとびっくりですねちょっと自分のメイク改めようかなって思うぐらいの進化でした、うん、まずちょっと皆さん見てねこの先大変一番びっくりしてたって言って、うん、何それみたいなそうってことはね、トドロキ中佐もだいぶね変化するかなとこれ難しいんですよねトドロキ中佐ってそうですだから髪型とかもやっぱりねこう今はオールバックですけれども、うん、どう前に垂らすのかそうですね、ね、それとも上に立ち上げるのか眉毛剃っていいっすか眉毛あんまりね、ぎゅっと顔をしないで、自然な感じで。今目をつぶりすぎちゃって、風間少佐から描きにくいっていうね、忠告が入りましたよ。
ぱりね、メイクのポイントってアイラインかな。目元、ね、目元だけでね、さっきやっぱり さっき前回あの若杉翔尉が変わったんで。そうなんですよね、劇的に。だからね、ま、劇的ビフォーは もはやね、当人がビフォーで変わったんですね。目が垂れております。目がもはや目が垂れてるおかしくない。もはや目が垂れてるっていうそれは何ね、どういうこと。デローンっていうの。そうですよ、もう目がデローンですよ。目がデローン、目がデローンです。もはや何々ってそういう使い方しない。なんかね、トロキシュさね、すげえね、プルプルしてるからね、聞きにくい。いやもうやられ慣れてないんで、もうプルプルしてる。やり慣れてないし、やられ手元がすごいプル狂うほどプルプルしてる。狂うほどプルプルしてる。どんだけプルプルしてんの。一番の原因は寝てないっていう。なるほどね。ああ、これはね、あの寝てないとか関係なしにね、あんまり目がつぶれないんじゃないかなっていう。うん、すげえプルプルしてましたね。プルプルなのかブルブルなのか、ね、難しいな。あ、これはね、風間翔さんが困難を極めております。プルプルしてるのが一番ね。だってさ、やりながら飛び込んで作ってる制作サイドがクリアさせる気ねえなと思う。思わなかった。悪意を感じるものを、そう、クリアさせる気ないで、クリアができるやつに限ってループするんだよね。わかる、わかる。あの最終面まで行ってさ、やったクリアできたって思ったら一応に戻るんだよ。クリアできるやつって、いい映画トランスフォーマー。そう、あ、トランスフォーマー戻るから。トランスフォーマー戻るんですよ。クリアしたことあるのかよ。あれは別見たことあるんです、エンディングを。マジで俺ね、10面最終面まで行ったことあるんだけどさ、ま、全部一周すると、ね、今度は同じ面に戻ってついていけない。そこからエンブレムを取らなきゃいけなくなって、こうやってロディマスっていう画像の隅で僕を取って、それを取ると今度は取り残されていく。一番最初にいたあのコンボ、もはやね、ロディマスコンボって別物。あ、知ってる。そうだそうだ、知ってる知ってる。召喚になってるっていう。うわー、召喚の頭なんで知らないの。隠れてる。はい、なんで知らないの。いや、知らないです。ファミコンやってなかった。ファミコンはロックマンやりました。ロックマンやった。ロックマンやった。ロックマン何 2? 4です。 4? 懐かしい。大々色の。ちょっと待って、ロックマンは2でしょ。え、2からだよ。どういうことですか。まずメタルマンを倒しに行ってね、ギアみたいなやつを使えるようになって、で、あれ、次どこだ。次ウルトマン。また始まりました。次ウルトマン。召喚のエアーマン話だよ、ね、またこうやってついていけない。あ、はい。エアーマンが倒せないっていう歌歌っちゃえばいい。あー、ありますよね。それは知ってます。それは知ってる。それ知ってる。あれね、あれね、ちゃんとロックマン2知ってて、あの曲聴くとね、すげー面白いよ。あ、そうなんですね。あれ面白い。実によくわかる。いや、実によくわかる。エアーマンが倒せない。そんなことを聞いても召喚には何も響かないです。なんで響かない。何も響かないですけど。なんでだよ。じゃあメイクの話してよ。メイクはね、黒沢さんのメイクはどうですか、うん、どこに気を使ってるか。召喚のメイクですか。召喚のメイクはやっぱりね、目元ですかね。中のね、ここをね、塗る人いるけど、召喚はね、塗らない。召喚塗らない。何に書いたの。あの、重要なことだ。大事なことだに書いました。あ、そう、あとはね、実はね、かなりの区舞台なんですよね、引っ張り出そうか。痛いですよ、それ。あ、痛い。出してほしいな。奥舞台なんで。本当に結構ね、がっつり描いてるんですけど、がっつり描いてるんですけど、こうやるとへっこむんですよね。本当が消える。でも、俺も奥舞台だよ。いや、まじま少々さ、関係ないほらほらかな。関係ない。すぐね、逆まつげになってね、いてってなるんだよね。それは聞いて誰が得する。誰が得するね。逆まつげは本当に痛い。逆まつげになったことないんですけどね。しょ、本当に。しょっちゅうね、入るんだよ。目が痛いときは必ずまつげが入ってる。うん、へー。しょっちゅう入る。抜けで入ることはありますけどね。あ、抜けないで入ってるから。だって、そもそも奥舞台だからさ、中にいるわけだよ。どうなの。そもそも生え際が、中にいるわけ。だからそれがちょっとこう向いただけで入るんだよね、取れてる。すごい痛い。
まあ、つまり不良品という不良品だ、そうだ、俺の目は不良品だよ。お不良品という目のパーツだけ不良品だったんだな。私の目は不良品だ、それでいいか黒崎隊は、よろしいかと。うん、苦しないむしろ苦しいこと言われてるのにそうね、もうもはやね、なんか画面にね、召喚しかいない何やろ、後ろでね、こう、さっきから風間翔さんがね、うーんって言ってるんですけどね。よし、これでいいだろ。来ました、来ました、来ました。それでは、はい、皆様、大変お待たせいたしました、炎の石進化の轟五郎中佐でございます。2回目、どうぞ。すごいすごい、これは本当に化粧、いや、あのね、では、まあ、はい、ビジュアル系ではあるんだけれども、これはね、あのね、ロックだね、ロックロック、ね、しかもかなり渋いロック、うん、渋い、いや、これ なかなかいい味出てる。なんかこういうあのギタリストいますよ、よく、うんうん、そしてはね、すごい、イメージとしてはわジャック・スパローをイメージしたら、なかなか難しいんですよね、あの、いや、すごいな、すごいすごいすごい、ジャック・スパゴロスパゴロスパゴロ、あ、なるほど、うん、かっこいい、なんかね、ジャック・スパゴロスパゴロ、なんだろう、パチモンのスパゲッティみたいなカップのこれね、かっこいいよ、かっこいい、かっこいい、かっこいい、スパゴロのでも確かにこれはかっちょいい、うわぁ、なんだろう、ロック、ラック、どうなってんのかよくわかんない。こう、風間少佐が写真会を始めました、うん、ということで、じゃあ、轟五郎中佐、こちらへどうぞ。はい、お座りください、はい、どうも、ね、あ、やっと見えた。あ、いやどうですかこれ、すごい、どうなんですかね、あのね、はい、ギタリストのね、ケリー・サイモンさんみたい、うん、あ、ケリー・サイモンさんみたいな、うん、いいっすね、なんか、あ、メタルギタリスト、ちょっとケリー・サイモン、ブラック、ブラックメタル系の感じですね、うん、いや、どうですか、あの、こう進化して、炎の石進化してみて。そうですね、うん、なかなかいい革命起こせたんじゃないですか。いやいや、これはね、うん、あのね、じゃあ若杉翔もうこっちにじゃあ並んでうん、いや、なにこれ、なにこれ、なにこれ、うん、ちょっともうちょっとこっちに入れるかな、モザイクが増えた、モザイクが増えました、わっ、ちょっと並んでみて、わっ、翔館の一番目が小さい。また何か言ってる。なにそれ、なんかね、すごいよこれ、ビジュアル系すごいね、ビジュアルですね、うん、ビジュアルな感じで、ああ、これ絶対ビジュッタービジュッタ ー, ー, ビ, ジッタービジュッタービジュッター、すごいすごい、ちょっとあの、この心境どうですか、目詳しくしてるんですかね、はい、生まれ変わった感じですかね、この、うん、なるほどね、これはまさしくメイクマジックチャイということで、これをご覧の市民の皆様は9月28日、西川口ハーツプラスで、この大進化したお二人が待っております。はい、お待ちしております、はい、おります。ということで、さて次回は誰なんだということで、本日はお別れしたいと思います。じゃねー、バイ。私が作りました。私が生産者です。